こんにちは。今日は、私の縫い物のバッグを紹介したいと思います。この3つなんですけど、今ミンネさんの方に出品させていただいてるんですけど、いつもはこんな袋に、出品してる分はもうちょっと大事にしておきたいので、このダイソーさんのこの大きなビニールの袋を売ってますよね。これにいつも入れて取ってます、直してます。でまずこれなんですけど、これはもう子供さん用かな、子供さん用のちっちゃいバッグ。ここにレトロアニマルの生地を少し、あとはもうパッチワーク風にいちごちゃんとかドット柄とか、まあいちご多いんですけど、いちごとドット柄が多いんですけど、全部これ違う生地なんですよ。パッチワーク風にしてます。ここも違う、実はこことここも違うんですけど、で中はこんな感じ。このいちご柄がすごい可愛くて、手芸屋さんのちょっと名前忘れたんですけど、三角屋さんかな、三角屋さん、いや違う、あ、東海さんで見つけて、これ、3メーターぐらい買ってたんですけど、もうちょっとなくなってしまって、この間実家の近くにあるんですけど買いに行ったらもう売り切れてて、あのこのいちごのピンク、ココの色がピンクのがあったので、それは少し買ったんですけど、それもちょっと何かに使ってもうなくなってしまったんですよ。だからまた絶対あったら買いたいなと思う生地なんですけど、で持ち手にもこのあのダイソーさんのあのハンドルっていうかテープがあるじゃないですか、持ち手をつけるようなテープ、あれをくるんで、この生地でくるんで塗ってつけてます。だからしっかりしてます。ここで少し前に私私だけなんですけど、いちごブームっていうのがあって、すごいいちごの生地とか編み物もいちごの、コースターとか、いちごの編みぐるみとかを作るのがすっごいなんか楽しい時期があって、今ちょっと違うんですけど、その時に作ったのがこれで、あの YouTube を見て先生みたいな方が作ってたのかな、それを真似してちょっと作らせてもらったんですけど、これあのなんか小物っていうか、あ、飴玉とかが入るようになってるんですよね。ここ蓋になってて、こう上げたらここに、まあ、子供さんが持ってたらこう飴とかガムとかなんかこう入れられるような、そんなここから入るような、そんな風になってて、でパッてこう蓋閉めるみたいな、そしていちごちゃんですよってお花もついてますよみたいな感じで、これはここにくくってるだけなんで取り外しができるんで、もう邪魔な時は取り外していただいても全然構わないんですけど、こんな感じで、あのこのレトロアニマルの生地をもうだいぶ前に、前よく行ってた三角屋さんが、どっか違うところに移転になる時にセールしてたんですよ、この生地。すごい安くて、1メーターが何百円だったかな、もう本当忘れたんですけど、めちゃくちゃ安かったんですよ。で今こんな状態になってるんですけど、これすごい1枚でも全然すごい可愛い、1枚でなんか作っても多分もうこんな感じになると思うんですけど、なぜかね、私いつもなんかこうそこの一つこの一角を切り取って、絶対にいろんな生地と合わせて縫ってしまうんです。そんなことしなくても、ここもここもほら可愛い生地が、あの柄がいっぱいついてるから、全然これで十分だと思うんですけど、これ1枚で使った方が絶対もったいなくていいと思うんですけど、でもどうしてもこうなってしまうんですよね。1枚で使わないんですよ。なんか変わってるでしょ。だからもう悲惨なやつはもうこんな感じ。でももうここら辺とかも全然使えるじゃないですか。だからこう切って使えます。また。で、こんなあの顔が切れてるところとかも、あの後で紹介するバッグに使ってるんですけど、普通になんかもう使って、絶対にあの捨てません。もうほんと歯切れっていうか、もうこんな感じで、もうね
ちょっと今アイロンかけてないんでぐちゃぐちゃなんですけど、絶対取ってます。ほら、これも 顔切れてるし、ここにこんなの、もう今もうレトロアニマルのこの生地、もうこれだけしかないんですよ。でもこれはもう絶対使います。またなんかの生地と合わせて使いたいと思います。で、こんな生地もあったんですよね。おっきめのパネルで売ってた生地。これもこの1枚だけ残ってるんで、またここの部分を使って、まあ、大きめのバッグかなんかを作りたいと思います。パネルみたいな感じだったから、何個か作ってもう出品してお嫁に行っちゃったんで、まあ、ありがとうございます。なんかお嫁に行けて本当良かったです。もう生地これしか残ってないです。多分こんな生地もう売ってないんじゃないかな。もうね、6年ぐらい前に買ったやつです、この生地。だからまたこれでも作りたいと思います。で、こんな感じですね。これは子供ちゃん用で、なかなか可愛いです。で、これは文化人形ですね。ここ文化人形。文化人形もほら、歯切れがありますよ。まだ結構使えますよ。これ1枚で作っても絶対可愛い。可愛いですよね、文化人形。ちょっとごめんなさい。アイロンまだしてないんでシワシワですけど。こんな感じ。これを、まあ、一角をここら辺だけ切ったりとか、この2人の部分を切ったりとかして使ってます。もう文化人形の生地もこれだけですね、残ってる。これももう絶対何かに使いたいと思います。で、ここ使ってて、こことまたここ違うんですよ。ここ女の子、こっちにもここにもここにもありますけど、でここにも、このポケットのところ、ポケットの中にも全部文化人形。こんなとこね、誰も見ないからもったいないかなとか思ったけど、なんか可愛いんで使ってます。全部生地違います。ここら辺の生地も全部、この部分まで違います。ここもと、裏がこのいちごちゃん、またちょっと違う小ぶりのいちごちゃんですね。で、サイドのこのペットボトルを入れるようなこのポケット部分も生地、こっちとこっち違いますね。で、中はこんな感じで涼しげに夏っぽく、これなんて言うんですか、ミントブルーの、ミントブルーっていうんですか、これ、ちょっとわかんないんですけど、それのドット柄と、あとこれレモン柄、ちょっと取れないけどレモンですね。涼しげですよ、中。かわいいです、すごく。で、その時もまた、これはちょっと、取り外しはできないんですけど、いちごのただの編みぐるみになります。これ糸で縫ってるだけなの、でもしっかり縫ってるんですけど、まあいらないなとか思ったら、まあ、こうしてもらってね、糸切ってもらって取ってもらったらいいんですけど、持ち手もこのいちご、大好きなこのいちご柄、これも100均ダイソーさんの持ち手のテープを中に挟んでるんで、すごいしっかりしてます。で、一番の私のお気に入りなんですけど、もう一番のお気に入りのバッグはこれなんです。これ出品するのもちょっと迷ったんですよ。でもまだお嫁に行けてないですけど、行けなかっても、行けなかったもっていうか、行けなくても全然大丈夫。家に飾っときたい感じなんですけど、ここレトロアニマルですね。実はここもそうなんですよ。レースついてるからわかんないけど、ここなんか、このいちごとさくらんぼ、なんかちっちゃくて、でもこのいちごとさくらんぼのところ使いたくて、ここちょっとね、動物アニマルさんいるんですけど顔が見えないというね。で、ここも違う柄で、実はここもこのほんのちょっとのところも違う柄です。で、レースついててのこんな、ここも違います。なんでこんな面倒くさいことするんって、息子とか旦那から言われるんですよね。旦那さんとか、なんでお前そんな面倒くさいことすると、なんでそんなの好きなんとか言われるけど、でもなんかこう楽しいから仕方ないんですよね。やめられないっていうか。こっちもポケットの柄も違います。こっちはほらいちごちゃんで、こっちはハートとかドット柄。これピンクのレース。これセリアさんです。このレース可愛いですよね。
すごい可愛いから、前よく買ってたんですけど、最近あんまりなくなってますね。行ってもない。だからちょっと悲しいです。この中の生地も可愛いですよ。こんな感じで。こっちも違います。こっちも違う。なんかちょっと違いますよ、こっちも。で、中がほらこんな感じ。サイドがレモンつけて、この全体は、もうこの生地だいぶ前に買ったからもう今絶対ないと思うんですけど、いちご、りんご、さくらんぼ、もうこんな生地が今欲しくて、湯沢屋さんとかでも探すけどないんですよね。もうりんご、いちご、さくらんぼってすごい可愛いじゃないですか、生地的に。もうね、だから私も欲しいんですけど、なかなかなくて。あとこれ持ち手はあのテープを2枚重ねてます。1枚だとちょっとなんか頼りないというか、テランってなったんで、このテープを2枚重ねて、その上から違うレースを2枚重ねてレース塗ってます。かわいいでしょう。なんかもうこれ私インスタでもストーリーにビデオであげましたからね。どこまでみたいな感じですけど、もうめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いとか言ってストーリーにあげて、アホみたいですけど、なんかもう本当にもう飾っときたいです、これ。もう本当大好きなんですよ、これ。本当自分で、もう自分が使うのはちょっとね。でも私おばちゃんだけど、なんかそういうのあんま気にしないから使うかもしれないです。これはさくらんぼの、編みぐるみをこうつけてます。これも取り外しできないので、まあ糸切ってくれ、もういらないなと思ったらもったいないけど、私は絶対そんなことしないけど、糸切ってもらって取ってもらっても構わないです。これも結構入りますよ、いろいろ。大人の方でも全然いいと思います。まあ子供さんが使ってもすっごい可愛いだろうし、もうすごいおすすめっていうか、もうまあ正直手放したくない感じです。まあこんな感じで、縫い物は、まあ、またなんかいつもと同じカラフルな、しかもレースバリバリついてるのみたいな、そんな感じなんですけど、レースはともう本当に欲しい時は、あと手芸屋さんで、まあ、高いレース買ったりするんですけど、大体ダイソーさんとセリアさんのレース結構使いますね。こんな感じで、今もうストックあるのはこれだけなんですけど、まあドット柄のレースとかもダイソーさんにあったし、でセリアさんのレースもね、なんか前いっぱいあったんですけど、最近減ってますよね、レースの数も。なんか寂しいです。もっといっぱい、なんか前みたいにあってほしい。こんなのも色違いで、ブルーとか水色みたいな感じのとかあるんで、また買いたいと思います。これ絶対買っとったらいつの間にかもなくなってます。絶対使うから。今これだけしかないんで、また行った時に買いたいと思います。手芸屋さんでもまた買いたいなぁとは思ってるんですけど、まあそんな感じで、今日は縫い物のご紹介だったんですけど、昨日言ってたひまわりバッグがやっと出来上がりました。この麻ひものひまわりバッグ出来上がりました。こんな感じで、巾着になってます。これパイナップルの生地、これですね。これ、どこで買ったんだっけ、セリアさんの手ぬぐい。これね、2枚いるかなとか思ったら1枚でよくて、これ1枚余ったのでまた何かに使いたいと思います。こんな感じで巾着で、ごめんなさい、ここ開けると、まあポケットが2つついてて、まあ携帯とか長細い、まあペンとかですね、あと長細いなんか鏡とかそういうのは入りますね。薄い黄色の生地、湯沢屋さんで買ったので内布つけました。結構入りますよ、これ。底がこんなに大きい円形のバケツ型バッグ、ちっちゃく見えるかもしれないけど、かなり荷物は入ります。がっつり入ると思いますよ。こんな感じで、でここシューってしって、でここリボン結んでみたいな感
感じで、まあ可愛いかなとか思って、ちょっとぐしゃぐしゃだけど、こんな感じです。こんな感じですね。こんな感じでできました。可愛いでしょ。これ夏って感じで、持ち手もすごいしっかりしてるし、見えにくいかな。こんな感じで出来上がりました。私的にはすごい好きです。めちゃくちゃ花がついてるわけでもないけど、なんかシンプルに、蝶々とひまわり。すみません、ごめんなさい。カミカミですね。こんな感じで。なんかこう、色も合ってますよね。なんか字が自賛で悪いんですけど、合ってますよね。こんな感じでできました。で、あの巾着の紐部分は昨日ご紹介したこのダイソーさんで買ったリボンですね。このリボン使いました。まだいっぱい残ってるんで、これ巾着の紐に使うのとか絶対いいと思います。これ結構重宝しそうな感じです。あと今ちょっと困ってるのが、この自分のハンドメイドキャンディーポップっていうこのタグですね。タグをネットのおしゃべりリボンさんっていうところで頼んでるんですけど、今まで100枚ぐらい頼んだんですけど、もうほぼなくなっちゃって、もうこれだけ、あと1回2回3回4回5回6回分しかないので、また頼みたいなと思ってます。早く頼まないとね、すぐ来ないから、もうそろそろ頼もうかなと思ってます。で、昨日買ったですね、このダイソーさんのシフォンケーキのカラフルジュレ、これをね、ちょっとどんな感じになるかね、ちょっと編んでみようかなとか思って、ちょっと円を編んでみようかなと思って、なんか色が可愛いからどんな感じになるのかなと思ってですね、どんなになるんだろう、編んどけばよかったんですけど、なかなか編む暇がなくて、ちょっと円形で編んでみますね。どんなになるんだろう。あー、でもそっか、なんかピンクの部分が今多いので、ピンクの部分が結構多いから、ピンクの部分多いから、なんか時間がないんで、編んでも結構ピンクが続くような気がするので、またこれは編んでみてから、またアップしたいと思います。多分色がバーって出てくるまでちょっと時間かかりそうなので、また今度編んでみます。きっと可愛いと思います。私朝日に合わせてなんか編もうかなとか今思ってるんですけど、またなんか考えます。ごめんなさい、これはまた少し編んで模様が出てからアップしたいと思います。ちょっと時間かかりそうです。それで、この間、一番最初に配信したあの蝶々のついたすごい大きめの、マルシェバッグなんですけど、お嫁に行けることができたので、嫁ぎ先が決まったので、今日ちょっと発送準備をします。かなり重たいんで、ちょっと送料もかかりそうなんですけど、もうありがとうございます。もう本当感謝しかないです。まだ住所は書いてないんですけど、発送したいと思います。本当になんかいつも購入してくれる方、リピーターさんもいらして、楽しみにしてますとかって言っていただいて、すごく私も作る励みになります。なんかこんな、なんか適当な私が作ったのを、なんかそうやってもう大事に使いますとか言って、すごい喜んでいただけて、すごくなんかこっちの方がもうありがたくて、感謝感謝感謝です。本当ありがとうございます。今日はまあとりあえずね、みんなに出品してるこのバッグですね、バッグちゃんたちを紹介しました。今度またさっきのシフォンケーキ編んだらアップしたいと思います。こんな、なんかもう適当になんかいろいろこう重ねて編んで、編んでじゃなくて
編んだり縫ったりしている私ですけれども、よろしくお願いし、これからもよろしくお願いします。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。またアップしていきたいので、よかったらまた遊びに来てください。本当ありがとうございました。